どうも、酒井俊志です。今日は新宿区の歌舞伎町に行って路上喫煙してる人に注意していこうと思います。僕自身もまあ喫煙者なんですけど、やっぱ喫煙マナーを守れてない一部の喫煙者によってこうどんどん喫煙者の肩身が狭くなっていくなっていうふうに感じているので、まあ、喫煙者自ら積極的に注意していこうと思います。治安悪い場所ですので、まあ、口論になったり細工喧嘩になったりとかもあると思うんですけど、まあ、諦めずに注意していこうかなと思います。子供とか通る？子供とか通る？子供とか通る？タバコを、タバコはダメです。やめてください。タバコ吸ってないですね。